少しだけショールームします。いや歌おうかなと思って、イヤホンは持ってきました。あとこれも買ってみました。おう、おお、すごっ、めっちゃおいしい、めっちゃおいしい。あ、でもこの音苦手なんですよね、このアルミの擦れる音。プラスチックならいいんだけど。さあカラオケしようかな。じゃあベルちゃん会長さん、お芋と骸骨ありがとうございます。お腹が空いたので一つだけ唐揚げ食べます。そうだな、でもこれ絶対時間内に終わらない気がするな。いただきます。ね、唐揚げ棒って天才美味しいよね。唐揚げくん食べたい。私はね、唐揚げくんのかぼす味、かぼす味がめっちゃ好きなんですよ実は。唐揚げくんも美味しいよね。美味しい、めっちゃ美味しい。
こんばんは。だからプロテインってさ、いつ飲めばいいんだっけ。まあ前か後か。うん、適当に飲んでるけどちょっとわかんない。唐揚げくんも10年以上食べてない。本当ですか。唐揚げくんって美味しいよね。本当の前、前後30分。なるほどね。食器ありがとう。ではカラオケ配信に変えます。うん、こだわりの抹茶ラテ。うんうん、運動してすぐって KBC の筋肉アナウンサーが言って、あの人めっちゃおもろい人。KBC ってどこ？ KBC ってどこだっけ？さあ何を歌ってほしいですか？募集中。ここ何も書いてないけど。本日は編集を終わらして、それを40分ぐらいあるんですけど、40分もないか、40分弱ぐらいあるんですけど、動画が、あ、夢見るのね、動画がね、それを書き出すのに本当に時間がかかって、書き出してそれをまたなんかギガファイルに載せてに時間かかって、でそれを一旦スタッフさんに送りつつ、あと今日何してたっけな、でも今からちょっと今日はもうダンスをしようって決めてたから、今日ダンスをしようと思って スタジオを借りていますけど、多分前の人たちが絶対押すから、うんうん、 KBC やっぱり福岡の KBC だよね。あのさ、めっちゃおもろい人でしょ。あ、聞こえてますか。なんかね、 KBC のアナウンサーにすごい筋肉、イエイ筋肉みたいな感じのめっちゃ天然だけど、普通にあの普通にアナウンサーなんですけど、めちゃめちゃ天然でおもろいアナウンサーがいるんですよ。アナウンサーの方がめっちゃおもろくて、その方かな、 YouTube に非公開であげた方が共有楽じゃないです。私たち、そうそう、自分たちの YouTube のさ、チャンネルをにログインできないんですよね。そう、私たちはなぜか
カラオケするって結構ハードル高いけど、20前後の子は余裕なのか。私でもね、人とカラオケに行くの苦手なんですよね。好きな歌歌えないじゃないですか、なんかうかつに。うかつになんかさ、知らない歌歌ってさ、シーンってなられても困るから、人とカラオケ行くの本当に苦手なんですよね。な、そう、だから人と行くよりは自分で一人で行った方が楽しいや、みたいなタイプですね、正直。まあそう、カラオケって結構さ気まずくない？私カラオケ気まずい、気まずい度、生活水準レベルの気まずい度でいくと結構高い順位に入ってくると思うんだけど。でなんだっけ、人からだと自主練見たくなる。え、まあ、ほぼ自主練だよね、カラオケに行くの。だからもうもはやカラオケに行かないっていう、いつも。そう、なんならこうレッスン場に行けば、あのカラオケの機会があるので、別にカラオケに自分で行かなくてもっていう感じなんだよね。え、ちょっと待って、15分配信、カラオケやりますよ。自分の好きなタイミングで歌を歌える。そうなんだよね。周りに合わせて知名度高めから選ばなきゃいけないの、何げきついわら。え、だから私はもう、あのなんかこの前舞台の方々となんかわっしょい打ち上げって感じじゃないけど、まああの終わりました、お疲れ様会しましょうってなって、でカラオケにね、みんなで行ったんだけど、もうなんかさ、次何歌うっていう時間がなんかもったいないから、私がもうゴリッゴリに適当にベーってやって、まあ歌える人歌ってみたいな、歌える人歌ってみたいな感じで、めちゃめちゃね、いろんなのを入れましたね、適当に、うん、いやそれがいいよ。私だって親友としかカラオケ行けないですもん。親友か本当にふざけられる人、もう温暖化とか。だから私本当に今までカラオケ行ったのはもう仲良し家族のみんなか、仲良し家族が3家族ぐらいあるんですけど、3家族でみんなでなんかワイって行ったりとか、あともう宮崎さん、宮崎さんとチリチリちゃんと行ったのと、あと温暖化で行ったの。温暖化いたっけ、みんな。のんのんと雪丸かな、のんのんと雪丸と3人で行ったのかな、確か、かととかしかない。アニソンとか歌うの、歌う歌う、全然歌う。え、どうしよう、全然歌うとか言って。そうなんだよね、バラード、私バラード好きなんだけどさ、バラードめっちゃ歌いづらいじゃん、その場でいると。なんかこうバラード歌われるのも嫌だし、なんか歌うのもちょっと気まずくなるよねっていう。夢見るで、そう、あんま行ったことないんだよね、だけど別にカラオケ行かなくても歌っちゃってるみたいなとこあるから。そうなんだよね。そうだから、夢見るの時はもうレッスン場にいることが多いから、そっからみんなでちょっとカラオケやろうぜってなったり、カラオケやろうぜってなる間もなく一生喋ってますね、私たち。そういうのが多いかも。なんか一生喋って、え、やばい、もう帰る時間やんってなって帰るみたいな。そう、本当にそんな感じなんですよ。だからカラオケしたいねとならない、もはや。え、今何分だっけ、今何分、何分から始めたっけ。あ、そうだ、充電をしたいんだった、私。てか、なんかエイトが活動休止するまでに私一個やりたいことがあって、ダンスロワイヤルのね、ダンスを再現
今の8メンバーあれ見えてる？見えてるか。マリリンとか踊りたいもん。マリリンとか。さあ何歌いましょうか。カラオケ配信。オッケーオッケー。何歌いますか。だから君が好きなのか？ヒロッキーさん。タコありがとうございます。香水よし。じゃあ適当に歌っちゃおう。ちょっとあの優先的に一人一個から選びますね。一人一個というか早く来た順的な感じで。なんだっけ。かゆ、うんーと、ゴーンとか言ってるけど大丈夫？まあいっか。あ。じゃんじゃか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 じゃんじゃか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 じゃんじゃんじゃか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 じゃん。前を見れば長い列何キロ続くのか。永遠に一本道大渋滞渋滞渋滞。ちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに、出たって関係ないじゃない。あちこち見えてますか？うん。すっごい、しかもどんどん なんだこれどん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 見えてますね。おいやばい。ちょっと待って。Wi-Fi 変えてみ。ちょ、え、大丈夫そう？急に？あのね、ここ防音室なんだよね。そう、だからちょっとね。Wi-Fi も電波も通りにくいという状況なんですよね、ここが。ここ自体が。だからさ、この部屋にいる、この部屋にでいつも配信してる人とかさ、いつもこうやん。よいしょ。どうにかしてほしいですよ、ここに。
よし、もういいや。次でも多分私今日も過ごしてますね。次は藤山健二さん、ハートありがとうございます。曲名ね、さんパチパチスタンプ、オムライスさん音符ありがとうございます。はい、うん、同点ホームラン、同点ホームラン打った、デスパさん。そう、さっき 2-0 で負けてたんですよね。全然負けてた。嬉しい。カラオケ行きたい、行ってみてください。まだ仕事しないの、さよなら。あー、頑張って。何しよう、ちょっとどうしよう、なんかありますか。ね、前のコメントがね、ちょっとね、なくなっちゃってるんだよね。お姉さん、ミラーボールもありがとうございます。同点ツーラン、やったね。どうしようかな。曲募集中、早いもん勝ち。こんなん早いもん勝ち。今15分。ね、なるほどね。マジか。そっか。一人カラオケいいよね。私の一人カラオケよくやるんですよ。だからカラオケ、一人カラオケ楽しむじゃなくて、私さ、採点をしたくて行くんだよね。まあ全然行かないけど、あんまり行かないけどね。採点をしたくて行くんだよね。の中跳ね
私はソーダ水、緑色の別世界、なぜだかとても大人に見えた。あの頃はまだ幼くて、恋とは気づかずに、ただ優しい家庭教師と思って接してた。志望校の合格に泣き合い喜んだ。制服の胸が感じた。順調そうだ、スイー喉がチクチクするから、飲めなかった、ずっと子供の私、憧れそうだ、スイー二十歳過ぎてトライした、今更思い出したみたいに、教え方うまかったのに、恋愛恋愛落第点、そのことだけ教えてもらえず、何度か自習した。建築家になったって後輩に聞いたわ。私を覚えているかな？あの日のソーダ水、あなたがいつも飲んでた。クラスの中跳ねてる強い泡たち、シュワシュワソーダ水、緑色の別世界、なぜだかとても大人に見えた。その気持ち胸に込み上げる、小さな輪がいっぱい、あの日の純情ソーダ水、喉がチクチクするから、飲めなかった、ずっと子供、過ぎてトライした、今さら思い出したみたいに、なんか切なくなった。さあ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 、夜風の仕業はないんですよね、カラオケに。ありがとうございます。ありがとうございます。What time is it now? 21分。そうかそうか、すごい、マジか。さあ次は何を歌いましょうか。
だから君が好きなのかって言ってたな。うなちゃんが好きな、だから君が好きなのか。これはね、服部のうなちゃんが好きなんですよ。だからミサヤリンで歌ったんですよね。今日は電波が、あ、でも多分今のはねカラオケやってるからな気がするんだよね。カラオケ結構ねこう止まりやすいんですよ。そう、カラオケはちょっとね止まりやすいっていう。これダウンロード失敗してるし、ちょっと待って。花は何を思い静かに咲くのだろう。語ることもなく風の中で、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。君のことをずっと見てた。他にいっぱいいてもなぜか一人気になってた。僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと遠い場所から想像していた。どこに惹かれ心が揺れるんだろう。私生活なんて知らないのに、片肘を張らずに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに。ツインテール歌いますか。最強ツインテールないぞ。ないかも。ないわ。ないです。花は日差し浴びて自然に生きるだけだ。望むこともなく海のままで。どうしようかな。
大丈夫かな。ユースファンたち、あれ、うん、歌えるかな。でも好きなの、好きなんですよ。人が歌ってるの聞くのが好きなんです。好きなことちっちゃちょっぴり聞いたこと、ピラティスにハマってること、お前がと苦手で、音図がお気に入りで、几帳面な映画、あ近くにいれば、なんかマイクって言われたんでしょ、で見るけれど、どうしてこんなに詳しい僕なのか、そう君ステファンたち、ステファンたちだっけ、あ、混雑したカフェテリアで仲間たちとランチしてた。7年前にあなたがいてハッピーな時間だったのに、じゃか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 、ちょっとまだね、いきますか。もう半年、川原さんおもろ、兄さんのことか。
手中。そうですね、ちょっと全然あのスタジオがまだ空いてないので使えない。あのここを使うの使えるけど、今エビステファンタジーの頭の歌い方をユキニさんに寄せたんですけど、気づいてました？あら、終わったかな？ちょっと待って。終わったかな？スタジオが空いた説。スタジオをね、借りる予定だったんですけど、やばい、あとね、やばいので電波がやばいやばいのでね、ちょっと終わりましょうか。はい、3039人ありがとうございました。ランキングがいます。13位トキヤさん、12位ツインピーマンさん、11位ヒロッキーさん、10位ユキヒラさん、9位タミオさん、8位ヒデジロさん、7位チャリングさん、6位アメさん、5位オムライスさん、4位ジョックスノーさん、3位ベルジャンカイテオさん、2位 MT ザナナさん、1位アナネさんでした。ということでちょっと急遽終わっちゃってすいません。明日も明後日もまあいろいろありますけれども、配信していくので、聞いてください。あとあのリップグロスみたいな、なんかリップテーマリップみたいな感じの生写真が発売されて、予約のが、あ、はい、発売されますので、皆さんねぜひゲットしてください。それではバイバーイ。3039人ありがとうございました。